アルファ型原子力潜水艦。アルファ型原子力潜水艦。アルファ型原子力潜水艦は、ソビエト海軍の攻撃型原子力潜水艦、SSN の艦級に対して付与された、NATO コードネーム。ソ連海軍での正式名は705型潜水艦。計画名は、リーラ、であった。公式の艦種類別は、当初は、潜水寿命艦。 1977年以降は一等大型原子力潜水艦 BPL となった。1950年代、ソ連海軍発の原船のプロトタイプとして627型の建造が進められており、1957年8月9日に浸水した。一方、当時戦力強化が著しかったアメリカ海軍への対抗策として、 1957年には水中高速迎撃艦構想が打ち立てられた。これは発見した空母機動部隊に対して直ちに高速潜水艦を出撃させて迎撃するという溶撃機に近いコンセプトであった。1958年第143特別設計局のペトロフ主任。設計艦は水上排水量1500トン。 水中速力四十ノットで自動化を進めた小型高速源泉を提案した。小型化に必要な軽量化と強度を確保できる船体構造材として、チタン合金が注目されたものの、この時点では適切な加工技術がなく、計画は棚上げとなった。しかし九百六十年に入って、チタン合金の加工技術が実用化されたことから計画が再開されることになり、六月には、 共産党政治局と閣僚会議は開発に関する共同指令を下し、1961年5月、閣僚会議は高度自動化高速攻撃厳選実験官、705型を承認した。承認にあたり、設計局は適宜に設計案を中途変更、修正する権限を付与された。1961年12月、 7 0小型の技術試案が承認され、第143特別設計局のルサノフが主任設計官に任命された。ドミトリー・ウスチノフ初期は、この計画を国家的な目標と明言し、当初計画では30隻の建造が予定されていた。本型では水中速力が速いことから安全線更新度に余裕を持たせる必要があり、 また小型化のため尖閣の軽量化も求められたことから、船体構造材には軽量かつ、強度の両立が求められることになった。これに応じて採用されたのが、チタン合金であったが、従来の工場力項と比して対時性は低減するものの、吸音性という点では、在来項に劣るため、静粛性の改善のため、各所に空気サスペンションが採用された。なお本型では、 最大先行深度からでも使用できる脱出装置が搭載された。小型化のため、単核構造の採用も検討されたものの、海軍総司令部がこれに反対したことから、結局は従来通りの複核構造となった。船体形状は理想的な類的型となったが、この線図は、モスクワの中央空気流体力学研究所のフェジャイフスキー博士らによって描かれたものであった。 最初期の設計では、艦内は3区画で構成され、乗員数16名とされていたが、海軍は予備浮力不足としてこの案を承認せず、最終案では6区画32名となった。このうち乗員が配置されるのは2区画のみとされ、発令所と居住区のある第3区画は前後に9面の耐圧核壁が設けられた。特に魚雷発射艦室と発令所が分離されているのは、 本型のみであり、高度な自動化により、発射間室は無人とされた。この他にも全体に自動化、省力化が進められているため、乗員は士官のみとされ、出港から帰港まで、機器の修理やメンテナンスは不要とされた。乗員数が少ないことから居住性は非常に良好で、全乗員が専用のベッドを持ち、艦長や、拡張には個室まであった。また食料品も、 多彩な冷凍品やフリーズドライ食品が供されており、外して好評を博した。本型のために開発されたものも多く、1970年代半ばより民生品に転用された。小型皇族が要求されたことから、機関にも特別な配慮が必要とされ、液体金属冷却炉が採用されることになった。当時、同形式の原子炉を搭載した645型。 ノベンバー型派生型 K-27 の建造、がめられていたが、同館で採用されたのほか、OK-550、OK、型と BM-40、アンペア型を採用した試案が作成された。一番館である K-64 では、OK-550、OK、型が採用されたものの、 竣工して1年も経たない1972年8月19日、出航準備中に冷却材料庫のトラブルに見舞われて、原子炉を停止せざるを得なくなり、1973年から1974年にかけて解体され、船体全部の3区画は、レニングラードに移送されて訓練用施設に転用された。2番艦以降では BM、BM-40A 型に変更され、 これに伴って、計画間型番号も 705K 型に変更された。しかしこちらも信頼性は低く、大量建造計画は撤回された。液体金属冷却炉の出力レスポンスもあって、本型の速力、運動性は極めて良好で、静止状態から40ノットまでわずか1分、6ノットから42ノットまでの増速は3分しかかからなかった。また、 最高速力から180度反転し、さらに反転するのに要する時間もわずか42秒であった。しかし一方、維持管理には非常な手間がかかり、信頼性も低かった。冷却剤の凝固を防ぐため、常に加熱蒸気を供給しなければならなかったが、予算不足のため基地のインフラ整備が不十分で、宿泊管や駆逐管を経由して、蒸気を供給していた。 また6隻の705系型の運用を支えるため、陸上の専属メンテナンス要員として1個、技術大体230名が割り当てられて、溶撃機と同様に緊急出撃に備えていた。なおこれらの原子炉は、400V、400Hz の三小交流動機発電機2機の動力源ともなっていた。従来のソ連源線の電源系は 50Hz であり、 400Hz の発電機が源泉で採用されたのは、これがであったが、これにより、電源系の小型化が可能になった。また645型の運用を通じて、液体金属冷却炉の起動時の所要エネルギーは、加圧水型原子炉より、かなり少ないことが判明したことから、705K 型では、電池搭載量は4分の1に削減された。 水中放射殺音は 671RT 型、ビクター E 型と同程度で周波数5から 200Hz で163デシベル、周波数 1kHz で143デシベルであった。本型では自動化、省力化の一環としてアッコルド型潜水艦式艦製装置が搭載された。これはグラニト中央研究所が開発したもので、 原子炉や兵器に至るまでを発令書から遠隔操作することできた。これはやや遅れて計画が進められていた対艦、対戦攻撃厳選である 671RT 型、ビクター E 型でも導入された。この他にも、オケアン統合ソナーや素地水上、水中総合広報システム、モルニア総合通信システム、リトム200原子炉操縦装置など、 全体に自動化が進められた。またレーダーや、潜望鏡、管内通信システムなど、いずれも最新の機器が搭載された。また本型では、ソ連潜水艦として、初めて水圧式の魚雷発射艦と急速自動、装填装置が導入された。魚雷発射式装置は、サルガン型であった。ただしこの時期、海軍では、原戦の攻撃力強化を重視しており、 運動性能に優れるとはいえ小型軽量で、並走搭載量に劣る本型は、その運用コンセプトから外れたものとなっていた。このことから、ルサノフ設計官は、海軍首脳部から強く批判され、並走を強化した 705D 型を提案したものの、1974年に、解任された。またこのほか、本型を元にした巡航ミサイル潜水艦、SSGN として、 アメチースと SS、SSN-7 対艦ミサイルの発射塔を追加した 705A 型、同様に、マラヒート SS、SSN-9 対艦ミサイルの発射塔を追加した686型も検討されたものの、705K 型そのものの計画遅延もあって、いずれも実現しなかった。1978年、705K 型の運用部隊として、北方艦隊に、 第六厳選手団が編成された。1979年から1981年にかけての一時期は、数隻の 671RT 型、ビクター E 型や685型、マイク型 K-278 も配属されたが、携帯管理の観点から、1981年以降、本型のみの舞台となった。その後、1980年代末にかけては活発な、 作戦行動が展開され、年平均作戦行動席数は2席、1席あたりの平均公開日数は108日であった。しかし一方で、本型の高性能を支えた液体金属冷却炉は蒸気の通りに維持管理にかなりの手間を要するものでもあった。OK-550、OK、系を搭載した705型、K-64 は早期に解体され、 BM-40A 型に変更した 705K 型の一番関係1-23も1982年4月8日には大西洋北部で放射性物質の漏洩事故を起こし修理には9年を要した。これはソ連原戦士でも最長の修理期間であった。また他の間でも大なりこなり原子炉には手を焼いており事故原因のほとんどは一時冷却系に禁するものであった。 またこの他にも、1984年には K-373 が霧の中で 667AM 型、ヤンキー E 型、SSBNK-140 と衝突事故を起こしたほか、1989年には、バレンツ海で行動中の K-316 が、原子炉の蒸気パイプの破裂事故をし、ディーゼル補給で、やっと帰航した。 1989年に発生した685型、マイク型 K-278 の沈没事故を受けて、海軍は本型の退役を決定し、翌1990年、705K 型は予備役内市除籍となり、1992年には第6原戦士団も解散した。上記のように現実には問題の多い艦だったが、その破天荒な性能から、 創作の世界ではしばしば登場する人気兵器、定番兵器となっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。